クライアントはイギリス・ロンドン出身のシンセポップルを2002年結成。イギリス出身ながら本国よりドイツで高い人気を誇る。メンバーはボディコン風のファッションや客室乗務員のコスチュームを身につけて活動を行い、実際アルバムやシングルのジャケットにそのファッションを模したものが多く登場する。元フレーザーコーラスのケイト・ホームズ。 元ダブスターのサラブラックウッド女性2名で結成され、それぞれクライアント A、クライアント B というステージネームで活動。当初メンバーの蘇生は公表されず、ステージネームだけしか明かされなかった。デペッシュモードのアンディ・フレッチャーが設立した、レコードレーベル、トーストハワイ初のアーティストとして契約。2005年にエミリーマンが、クライアント E として加入するが、2007年6月に、 脱退。同年11月に、シャーロット・ハザリーが、クライアント C として加入、残りの欧州ツアーのライブメンバーとして参加した。2010年12月に、サラが脱退し、活動を休止。2013年に、クライアント N として、ニコル・トーマスが、加入。2014年3月にニューアルバムをリリース。クライアント B、ありがとうございます。